それでは第48回の連合委員会を始めさせていただきます。開始時間が20分遅れてしまったことにお詫びを申し上げたいと存じます。今日はご報告事項も含めますと件数がかなりありますので、審議につきましてご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは早速でございますが、協議事項の1番、平成26年8月豪雨災害の対応につきまして、ご報告とそして、国に要請をしたいと考えておりますので、ご審議をお願いしたいと思います。広域防災局長からご報告と説明をさせます。はい、資料1をお願いいたします。台風12号以降の大雨被害状況を取りまとめたものでございます。気象庁においてはこの台風12号以降平成26年8月豪雨ということで一連のものとして捉えていくということのようでございますので、広域連合としてもそういった方向で今後対応していきたいと考えております。右下一番経覧でございますが、全体連携権も含めまして人的被害は死者行方不明者で5、負傷者で45、住家被害につきましては全壊半壊一部損壊が1057、床上床下浸水が8264という状況でございます。滋賀県におきましては台風11号災害に加えまして8月15日16日長浜市で被害が発生しております。京都府京都市におきましては台風11号に加えまして8月17日の未明からの大雨で福知山市を中心に大きな被害が発生をしております。大阪府におきましては台風11号に加えまして8月24日箕面市でを中心に被害が発生しております。兵庫県につきましてはこれも台風11号に加えまして8月16日17日それから8月24日の雨で宝塚市丹波市等を中心に大きな被害が発生をいたしております。和歌山県につきましては台風11号の被害ということで海南市有田市を中心に被害があると。徳島県につきましては台風12号で海陽町を中心に被害発生しておりますし、また台風11号におきましては阿南市、中町こういったところで大きな被害が発生をしているということでございます。このほか三重県におきましては台風11号で特別警報が発出されまして津市、松坂市等で浸水被害が発生しているという状況でございます。おめくりをいただきまして広島市の状況でございますが、広域連合として支援の必要があるかどうか確認にをするために8月23日の土曜日に調査に出向いております。調査者につきましては兵庫県2名、大阪府1名、徳島県2名のチームで行っております。調査場所は広島県の災害対策本部、それから市の災害対策本部、政府の現地災害対策本部、こういったところからヒアリングを行っております。被害状況27日12時現在で発表されたものに数字等は置き直しております。もう報道等でご案内の通りでございますので省略をさせていただきます。調査概要でございますが、人命救助、これは調査当日の状況でございますが、自衛隊等2100名を超える体制で実施をされております。テックフォースと連携をされまして二次災害に配慮して実施をされているということです。括弧の2、被災者支援でございますが、避難者数は日々変動しております。特に天候によって大幅に増減をするということです。避難所の運営は区役所、保健所等で実施をされておりまして、要員も充足をしている。物資もいろんな方面からの支援がありまして充足をしている。避難所ごとに市民病院の医師が常駐をしておりまして、心のケアにつきましても3つの避難所に D-PAD が派遣されている。高齢者には保健師リハビリ等専門家のチームが健康指導を行っているという状況です。
被災者支援でございますが、ワンストップ窓口が設置をされておりまして、支援制度の一覧表も配布をされている。入浴も入浴施設が無料開放され、あるいは自衛隊による入浴も開始されていると。それから県営住宅、市営住宅の無償提供に向けまして準備が進められているということで、今後国の宿舎 UR の利用も検討されているということです。この部分については県で対応されておられます。それからボランティアでございますが、安全の確保された地域で県内のみから現在のところ募集がをされているということです。それから括弧のように他の自治体等からの支援でございますが、広島市から広島県に対して特別な支援要請は今ございません。県は市の災害対策本部裏面でございますがにリエゾンを4名派遣しているという状況です。それから中国5県災害時応援協定というのがございますが、その協定に基づきまして山口県が広島県の災害対策本部に職員を常駐させております。それから21大都市災害時総合応援協定というものもございますが、これも発動されていないということで、緊急消防援助隊以外では水道支援、岡山市のとの間で調整されましたが、復旧したということで実施はされておりません。国は現地対策本部を県庁内に設置をされて、災害救助法や廃棄物の専門家を派遣されておられます。広域連合としての今後の対応でございますが、山口県との連携を図りながら情報収集を引き続き行っていきたいと考えております。こうした状況を踏まえまして、5ページでございますが、国に対しまして緊急提案を実施すればどうかということで案を示させていただいております。冒頭の文章でございますが、一段落目は観測史上まれに見る大雨が繰り返しあったということ、それから広域連合管内全域において甚大な被害があるということ、それから三段落目ですが、豪雨が同じ地域に集中してしかも繰り返されたということが被害の迅速化拡大の要因になっているということ、それからその次の段落ですが、こうした災害の 特徴を捉えて、災害復旧制度の確実な適用、復旧事業の迅速な推進、こういったことを図る必要があるということ、こういったことから緊急提案をしていくということで、以下10項目提案項目を用意をいたしております。1項目目は台風12号以降の災害を一連の災害として捉えて、激甚災害として指定をするということ、また特別の財政事情等について十分な措置を行うということ、それから2つ目の項目ですが、道路河川等の施設の復旧について迅速に進められるように早期採択、あるいは災害査定の迅速化簡素化、それから災害廃棄物の処理、こういったところを支援を求めております。それから3番目ですが、災害救助法でございます。適用範囲の柔軟な設定、あるいは小規模自治体への配慮、あるいはボランティアセンター、あるいは介護サービス提供経費、こういったことを支援対象に含めてほしいというようなこと、合わせまして、ボランティアの環境整備でありますとか、救助法が適用されない介護サービス提供経費等についての配慮等も求めております。裏面でございます。6ページ、4項目目でございます。被災者生活再建支援制度ですが、これは一定規模でなければ適用され、一定規模の世帯数が被災を受けないと適用されないという条件がございますが、同一災害の場合は一連の災害とみなしてすべてに適用するということを従前から求めてきておりますので、ここでも同様の提案をさせていただきたいということです。それから5番目でございますが、学校医療施設、社会福祉施設と要配慮者の利用施設について危険地域からの事前移転制度の創設を求めるものでございます。6番目、直轄河川、それから府県管理河川についての事業の推進を求めております。7番目でございますが、新たな交付金制度の創設、緊急防災・減災事業の恒久化等で国土強靭化のための財源を確保
をすることを求めております。8番目でございますが、局地的な大雨、に際しまして、市町村が避難勧告を的確に発令できるように、防災気象情報の提供方法の改善を求めるものでございます。9番目でございますが、広島市の状況に鑑みまして、土砂災害防止法の改正等必要な法的整備を行うことを求めております。10番目でございますが、土砂災害の場合の重過被害認定について新たな判定基準を設けるということを求めるものでございます。以上でございます。今回の災害等に基づきまして、必要な項目について挙げたつもりで、ございます。特に最後の項目などはですね、水害については簡易な判定基準が作られているんですが、土砂災害については作られていないという状況がありますので、あえて要望に入れさせていただいております。その他お気づきの点等ございませんでしょうか。それじゃあ平井委員会どうぞ。表現は今回これでいいとは思うんですが、8番でですね、防災気象情報のことが書いてあります。今回の広島もそうですけど、次々に積乱雲状のものがやってくると。で、同じような状況が一時まであったり、あるいは福知山であったり、しました。それについて防災気象としての精度を上げたですね、予測をしようという今動きになってきているんですが、必ずしもそれ全域的にですね、できているわけではございません。関西地域にもまだ白地の、計画のないところも、残されていると思います。そんな意味で、この防災気象情報の提供方法の改善という中でですね、そうした、精度の高い、集中豪雨に備え、集中豪雨を予測しうる、そういう機能をですね、気象情報としても出すこと、これを求めるのも今後は必要ではないかなと思います。今回はこうやってまとめるということであれば、これはこれで結構だと思いますが、そうした問題もですね、あることを今回の相次ぐ災害の中で感じたところであります。徳島県でございますが、先般の12号11号台風で、さらに一連の記録的な豪雨によりまして、徳島県をはじめ各地で大きな被害が発生したところでございます。徳島県におきましては、約3000棟の地下床上床下浸水の被害がございましたし、道路河川のうちにおきましても甚大な被害が発生したところでございます。この一連の大雨の災害の復旧に対しまして、職員の派遣をいただきました京都府鳥取県はじめ、多大なご尽力をいただきました皆様方にこの場をお借りして、改めて厚くお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今現場の方では徐々に回復復旧をしておりますけれども、そういうものを進めていく中で、いろんなやっぱり問題点が浮き彫りになってまいりました。その中で、特にその11号12号台風、徳島でも1週間の間に1000ミリを超すような雨になったんですが、激甚災害になるとそれぞれの台風で指定をされるようなことになります。そういうことでなくて、一連のものとして、激甚災害に指定をしていただけるような方法でありますとか、災害救助法につきましては、小さな市町村ほど第一志向の適用になりますと不利になってまいりますので、そういうようなその人口の採択基準のところについての見直し等も求めさせていただいたところでございます。このような本県からの提案につきまして、この緊急提案をいち早く取りまとめていただきましたことに対しましても、皆さん方に改めて感謝を申し上げたいと思います。今後とも現地の復旧に対しまして、徳島県も一生懸命やってまいりますので、今後ともご支援をお願い申し上げます。本当にありがとうございました。京都の前浜の福知山で大きな災害になってしまいまして、関西広域連合におきましては、ボランティアのですね、呼びかけなどいろいろな面で、ご尽力いただきまして、心からお礼を申し上げたいと思います。
昨日とおととい一応この大体同じような内容で回ってまいりました。激甚災害の指定はもう古谷大臣はもうやるということで終わったぐらいの感じで、行っておっしゃっておられましたので、これでいくと思いますので、結構今までにない形でのですね、時間差のある形での激甚災害を指定していただけるんじゃないかなというふうに期待をしておりまして、これをきっかけにですね、そうした柔軟な措置ができることを大変歓迎をしたいと思います。ただ被災者再建支援法がですね、激甚災害はそうした柔軟な措置になるんですけれども、こちらの方は相変わらず硬直した状況でありまして、台風11号の我々では台風11号の被害、隣接市町村で福知山の隣接起こってるんですけれども、そっちは適用できないとかですね、床上浸水もうほとんど半壊全壊に近いような、やっぱり同じような大変な被害になるんですけれども、こちらの方は見ていただけないとか、こうした問題はやっぱりきちっとこれから訴えていきたいなというふうに思っております。それから土砂災害防止法の改正については古谷大臣はやるというふうにおっしゃってまして、都道府県が後押しできるような改正を行いたいというようなお話をされてました。また太田大臣の方からはやはり府と国と市町村の間の連携を取ってですね、きちっとやれるような体制を整えたいということでですね、私どもは29日にも府、国、市町村の合同の由良川流域の連携会議を開いてですね、やっていきたいと思います。とにかく京都の場合には京都府南部豪雨、昨年の台風18号、そして今年の福知山のこの洪水ということで3年連続被災者生活再建支援法の適用災害を受けることになりまして、こうした面で本当に国土を強靭化していく安心安全な体制を作っていくというのですね、新しい財源措置やそういう制度がやっぱりより今求められているんじゃないかということを痛感しておりますので、この要望に沿ってまた活動させていただきたいと思います。兵庫も丹波市一時町を中心に大変大きな土砂災害に見舞われました。土砂災害の現場というのは水害のところと全然違いまして、家の中に特に1階部分に全部土砂が渦巻いてしまって、でそうなっているとその前のですね、家の前の田んぼが全部土砂、そして川も半分ぐらい土砂で埋まっている、それから山崩れが起きてますので二次災害の危険もある、こういう悲惨な状況でありますので、そのような意味で、これからの復旧復興も総合的な手順で行う必要がありますので、災害復興対策室というのを作りまして、土木も農林もそれから町づくりも入りまして、対応していこうということにさせていただいているものでございます。山田知事から言われた29日の由良川連絡会議ですか、兵庫からも参加をさせていただくとありがたいかもしれません。じゃあ大丈夫だと思いますけれども、早速に事務的に相談させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。由良川水系ですので、はい、今回やられました、はい、それではこれにつきましては以上とさせていただきまして、次に神戸サミットの開催誘致につきまして久本市長からお願いいたします。ありがとうございます。再来年2016年の夏に日本で日本でサミットが開催される予定となっております。現在政府が各自治体に対しまして開催誘致意向を確認しております。これに対しまして神戸市は兵庫県と共同いたしまして誘致の表明をさせていただきました。神戸で開催する意義ですが、古くから国際交流の蓄積を生かした多文化共生を発信したいということ、阪神・淡路大震災からの復興で蓄積した防災減災文化を普及させたいということ、医療産業都市をはじめ最先端の科学技術基盤を世界と共有したいということ、魅力ある海上文化都市ポートアイランドを想定しておりますが、これを拠点とした新たな世界との結節点の形成に寄与したいという、こういう開催意義があるものと考えております。ぜひ関西広域連合としてもこの神戸サミットの誘致に向けた取り組みを進めてい
いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。特にこの件についてご意見とございますか。2008年の洞爺湖サミットの前も京都、大阪、神戸を中心に誘致活動を展開させていただきましたが、最後に後出しじゃんけんの洞爺湖にポッとさらわれたということもありますけれども、働かけを して、関西圏でサミットやってもらうことの意義が大きいのではないかということでありますので、ぜひご協力とご支援を関西広域連合としてもしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。委員会としてですね、何らかの意思統一を図るような決議をした方が望ましいのではないかと思いますので、後ほど案文を作りまして、各委員さんにお諮りをいたしますので、まとまりますれば公表させていただく、そして、外務省等に働きかけるということにつきまして、ご了解をいただきますれば幸いでございます。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、3番目でございますが、関西圏域の展望研究の実施につきまして、ご説明をさせていただきます。事務局よろしくお願いいたします。はい、それでは資料3をご覧ください。国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画の策定権限の移譲につきましては、新たに策定いたしました広域計画にも、盛り込んでいるところでございますが、この権限移譲の提案に加えましてですね、近畿圏広域地方計画への対応としてその実績を示すべく、昨年の11月それから本年の3月の、連合委員会での協議を経まして、関西圏域の展望研究を進めるという方向になってございます。その後国土交通省では人口のですね、大きな減少、それから巨大災害の切迫化といったことを踏まえましてですね、おむね2050年を見据えまして、今後の国土地域づくりの長期的な指針となる、国土のグランドデザイン2050というものを取りまとめまして7月に公表されたところでございます。今後このグランドデザインに、踏まえましてですね、国土形成計画の見直しに着手するというふうに聞いております。そこで、我々としましては東京一極集中や人口の地域偏在を食い止める、そして地域の主体的な活性化に、取り組む、そういう仕組みの在り方を研究するとかです。量の拡大ではなくて、質の充実を目指して、住んでいる人の目線で心の豊かさを実感できる関西の在り方を研究するといったような研究の視点を持って、先ほどのグランドデザインの骨子の際に、委員会の方でご協議いただきまして、提案をさせていただきました意見、ここに、列挙させていただいているような用紙がございますが、そういった意見が、研究の論点になるのではないかなというふうに思っております。そういったことを論点として、研究を進めていきたいというふうに考えております。研究対象地域につきましては、近畿圏の広域地方計画の区域に、関西広域連合の構成メンバーであります徳島県、鳥取県を加えた、区域というふうに考えております。裏面をめくっていただきますと、そこで研究を進めるにあたっての研究体制でございますけれども、今回、兵庫県のですね、兵庫震災記念21世紀研究機構の理事長をお務めいただいております伊予木部誠理事長様にですね、ぜひ座長にご就任いただくと考えておりまして、その他以下ちょっと名前が挙がっておりますけれども、地域づくりや少子化、防災、産業、観光、文化、インフラなど幅広い分野の専門家の方々、あるいは実践家の方々、多彩な方々にですね、参画をいただいて研究を進めようと考えております。ただまだ、委員につきましては若干調整中の方々もいらっしゃいますので確定したものではございません。今後伊予木部座長様とご相談をしながら、早期に、委員を確定させまして、第1回目を10月頃に開催させていただき、今年度末には、関西の将来像とその実現に向けた政策の基本的な考え方といったものの中間的な取りまとめを行いたいなというふうに考えております。私からの説明は以上でございます。委員会については2回目の委員会でお見せいただきましたが、おおむねメンバーがまとまってまいりました。
資料4をご覧ください。内閣府にありましては、去る7月18日から国家戦略特区についての新たな提案につきまして、民間事業者およびまたは中央公共団体などに対してアイデア等の募集を行っておりまして、明日8月29日が期限となっております。で、産学連携担当では前回7月24日の委員会以降、厚生福建省に対しまして提案状況を紹介いたしまして、 また広域連合との共同提案が可能なものにつきましては委員調整、意見調整を行いまして、その今お手元のはものはその対応状況について昨日15時現在で取りまとめたものでございます。ご覧のとおり1が提案状況でございまして、先ほど申しましたようにこの提案は民間事業者等が単独で提案することもできますので、ここではあくまで自治体が関与されているもののみを挙げさせていただいております。次に2の提案状況予定の状況であります。今回厚生福建省からは合計20件の提案が行われる予定でございまして、うち括弧1は関西広域連合との連名を提案予定しているもので、それが5件、2は福建市単独で提案を予定しているもので、情報共有のため提供いただいたものが15件でございます。このうち括弧1の広域連合と連名で提案するものについてご説明をいたします。提案は主に2つに大別され、丸1は燃料電池車に関するものでございます。燃料電池車につきましては国におきましても積極的に普及を図っているところでございますが、普及を促進するためには水素ガスをいかに安く生産し、町中の便利なところにいかに多くの水素ステーションを早期に整備する、しかも安く販売できるかというのが鍵になっております。そのためまず1点目として堺市様からのご提案で、現在厳しいその水素ステーションの設置基準を天然ガススタンド並みのに同様に緩和していいかという提案でございます。例えば高架下などに整備できれば用地の有効活用を含めて大いに普及が進むものと考えております。2点目は十分な安全管理実績を持ちます企業が事業所内で行う水素ガス製造に関する技術開発を円滑に進めるために水素ガスの取り扱い基準を緩和してほしいという提案でございます。これが認められますと技術開発のスピードが一層加速されますとともに、国内事業所内でのその設備の再投資が促進されることが期待されております。丸には現行の国家戦略特区の進展に相乗効果が期待されると思われる事業の実施箇所を現行の特区内に飛び地として認めてほしいという提案でございます。このうち徳島県の2件の提案は国際的な糖尿病研究拠点であります、で行います iPS 細胞を活用した研究に欠かせません細胞の品質評価に限ってインフォームドコンセントと手続きを簡素化してほしいというものであります。で、もう一つは iPS を活用しました創薬研究を進めるために、臨床情報の二次利用に関しまして個人情報保護法の緩和を求めるものであります。次に鳥取県の提案は手術ロボットで有名なダヴィンチの手術実績では現在でも我が国で突出した実績を要しております鳥取大学を中心としまして連合内の医療機関のネットワーク化を構築してこれらの機関でさまざまなロボット手術を保険外で併用料を認めることでロボット手術を多くの手術を必要とします多くの患者を進むのを救いますとともに医療ロボットの開発を促進したいというものであります。また、和歌山県の提案は関西広域連合内の、製造業が有します優れたものづくり技術を生かしまして新たな先端医療介護機器を開発する際に薬事法の審査期間を短縮するとともに、人不足に悩む介護現場を救う決め手として期待されておりましたが、ますが、今諸制度がまだ未整備なロボット介護機器についての制度の整備を求めるものでございます。括弧には先ほど申しましたように福建市単独で提案されるもので共有のために情報共有させていただいておりますので説明は省かせていただきます。事務局といたしましては本日のご議論を踏まえて括弧1のご件につきまして広域連合として明日の国に共同提案をさせていただきたいと考えております。以上でご説明を終わります。広域連合とタイアップして、提案しようとしているものについて、重点的にご説明いたしましたが資料をつけておりますので、ご参照いただければと思います。私は若干この国家戦略特区についての提案はですね、
幅広にいろいろ検討して提案していってものになればいいのではないかというふうに思っておりまして、ものになるものだけ提案していくという姿勢よりはものにするために幅広に規制緩和を先に取っちゃうということが非常に重要な姿勢なんではないかということで、大変多くの提案を兵庫県としてはできるだけしていこう、アイデア段階でもいいというつもりで進めております。まあ、広域連合として全体として取り組まなきゃいけないものはそれなりに制度がいると思いますので、このような整理をさせていただいたものでございます。他にご意見ございますでしょうか。それではこの中間報告了としていただきまして、大阪府大阪市さんのはまだ検討中なんですが、もし広域連合などとともに提案した方がいいという項目がありましたら、明日が締め切りなのであまり時間はありませんけれども、ぜひ相談をしていただきましたら追加をするということで望ましていただきたいと思いますので、この点ご了解いただきたいと思います。それでは次に進めさせていただきます。次は滋賀県議会でですね、刑事ドクターヘリの運航業務について意見書が広域連合に出されました。これに対する対応につきまして、徳島医療広域医療の担当であります徳島県の方からご説明をお願いいたします。今回滋賀県議会から、意見書が出されておりますが、それに対します医療局のからご報告をさせていただきます。刑事ドクターヘリ運航業務の委託業者選定につきましては、ドクターヘリのですね、効率的な運航はもとより、最も安全性が確保されるところが重要視、安全性の確保がですね、重要視されるために価格のみが判断される入札方式ではなくて、複数の重要項目につきまして比較提案を受け、内容を評価した上で最も優れた候補者を選定するプロポーザル方式を採用しているところでございます。この募集につきましては7月25日に開始いたしまして、8月11日にすでに締め切りをしておりまして、現在2つの市体から申し込みがあったところでございます。今後は基地病院の医師、それから両府県の医療関係者からなります外部有識者などから構成されます関西広域連合ドクターヘリ運航業務委託事業者選定委員会におきまして、現場の医療関係者や地元の意見を十分反映した上で、あらかじめ定めました評価基準によりまして、企画提案内容を審査をし、委託事業者を選定する予定としております。今後8月29日に企画提案の締め切りを行いまして、9月8日に企画提案の審査で、9月中には委託事業者の決定をしたいと考えております。以上でございます。三日月にご意見ございますか。すみません、本県議会からですね、意見書が採択され提出されました。まずこの刑事ドクターヘリにつきましてはですね、昨年度にこの京都府および広域医療局の事務局である徳島県と協議を重ねた結果、済生会滋賀県病院と決定をしていただきました。本県の救急医療のさらなる充実が図れることに私はお礼を申し上げたいというふうに思います。今年度はこの基地病院の整備としまして、格納庫給油設備および運行管理室の整備をですね、1億3000万円の予算措置を行って、今建設に向けて準備中でありまして、地元自治会への説明会等々も開催させていただいております。この意見書の中にありますドクターヘリの安全性を確保し高い導入効果が得られる内容を選定することというのはですね、この企画提案公募にあたり当然考慮されるべきいいことだというふうにも認識いたしておりますし、運航会社の選定にあたっては広域医療局において真にその目的が達成されるよう慎重に対応いただけるものというふうに認識いたしておりますので、今徳島県さんの方からご説明があったことも踏まえて、県としても適正に対処していきたいというふうに思っています。この午後に行われます議会の質疑の中で、この点についてもご質問をいただいているようです。従いましてその際に広域医療局の方からきちんとご答弁いただくということで、理解を深めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
それでは続きましてですね、広域連合のこの8月定例会に提出する議案でございますが、資料をご覧いただきますと、決算認定を一ついただこうということが一つです。すでに決算認定の概要についてご説明いたしましたが、参考資料の3ページにありますように、歳入差し引き残額が1229万6000円余ございました。それでその1229万6000円余につきまして、半額を法の規定に従いまして基金積立をしようとするもので、ございます。これが補正予算の内容で、あります。決算認定と繰越額の半額を決算認定するんだということでございますので、ご了解をいただきたいと思います。それでは続きまして、報告事項に入らせていただきます。まず最初に琵琶湖淀川流域対策についての研究会第1回を開催いたしましたが、その概要についてご説明を申し上げます。事務局をお願いします。資料7をご覧ください。琵琶湖淀川流域対策に係る研究会第1回の会合を8月14日に開催いたしました。研究会の開催結果でございますが、まず事務局の方から研究会の背景趣旨につきまして説明をし、流域対策の先進事例といたしまして、兵庫県の総合治水条例と滋賀県流域治水の推進に関する条例につきまして両県から説明をしていただきました。それから研究会座長に京都大学名誉教授の中賀博司委員、副座長には滋賀大学教授の中村委員が選出されたところでございます。研究会の進め方といたしまして、平成26年度には治水防災に関する課題を主として整理をすることが確認をされまして、利水環境等に関する議論、統合的流域管理や流域対策のあり方に関する議論は平成27年度以降に行うことも併せて確認をされております。併せまして前滋賀県知事の加田顧問を次回第2回の研究会からお招きをするということも確認をしていただいております。それから今後流域市町村の意見を聞く機会を設けることにつきましても確認をしていただきまして、まず流域内の市町村が認識されておられます課題につきまして、事務局が意見紹介を書面でいたしまして、その結果を研究会に報告をするということに決定いたしました。次ページ以降に委員の主な発言をご発言をお付けしておりますけれども、主な意見といたしまして、滋賀県兵庫県のような先進的取り組みを各団体でシェアし、それぞれに合った形でアレンジしていくことが大事ではないかというご意見、治水の議論は環境に密接に関係するということを踏まえて今後議論を進めていく必要があるのではないかというご意見、洪水時に流木による影響があるので山の管理についても議論が必要ではないかなどのご意見がございました。次回の研究会は9月29日に開催予定しておりますが、台風18号災害の概要や流域の河川整備の状況につきまして近畿地方整備局からもご報告いただきまして情報共有を行うことを確認されたところでございます。以上でございます。26年度は治水防災に関する課題の整理で、具体的なの今後の在り方につきましては27年度以降に行うというスケジュールで議論が展開されていくということにされたようなんですが、我々当初はですね中間報告を12月中ぐらいまでにまとめようかということにしてたわけですけども、やはりそれまで拙速するのはいかがかというご意見のようでありますので、このような運びにさせていただくことでよろしゅうございましょうか。京都、滋賀よろしいですね。ま、この2社が了解していただいたらこの件はいいんです。はい、どうぞ。
ありがとうございます。その方向で結構ですし、この研究会では議事録にもありますように、この滋賀県の流域治水の推進に関する条例に基づく取り組み、また地先の安全度マップという取り組みについてもご評価いただいたというふうに認識しておりまして、ぜひこの研究会でしっかりと議論をいただいてですね、国においては水循環基本法に基づくこの計画も定められるということですので、連携した課題解決に向けた方策が検討されるように、私どもとしてもしっかりと協力をしてまいりたいと思います。前知事が顧問としてご出席をされるようですので、しっかりと関わってまいりたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。中川先生から大変厳しい意見が出てまして、各府県から出てこられる皆さんがでっちの使いのようになってはならないってちゃんとした意見を持って、対応力のある人が出てこいとこう言われてますので、よろしくご協力をお願いを申し上げます。それでは基本的に進め方につきましてご了解をいただいたということで、研究会を開催させていただきますのでよろしくお願いいたします。それから次はこの夏の電力状況でございますが、簡単に三日月にお願いいたします。はい、資料8をご覧ください。関西電力のデータによりますと、今夏これまでの最大需要が7月25日14時台の2667万キロワットで、これに対する供給力が2822万キロワット、電気の使用率は 94% でした。4月の電力需給見通し検証時には昨夏並みの猛暑を想定いたしまして、ピーク時の最大需要を2873万キロワット、供給力を2960万キロワットと見込んでいましたが、例えば大阪管区気象台のデータによりますと、8月に入ってからは35度を超えた日はないということでありますとか、昨夏に比べて、暑さは穏やかだった、緩やかだったということもあり、電力需給は安定して推移をしております。また需給見通しの検証の際に懸念されました火力発電所の計画外停止等については、関西電力が巡回点検頻度の増加など対策を強化されているものの、記載のようにですね、7月3日から7月6日までの御坊発電所1号機また定格出力60万キロワットの停止など4件発生いたしております。また今夏の節電の状況につきましては、これまでのところ平成22年度夏と比べまして平均で約 12% 約310万キロワット減少しておりまして、皆様に呼びかけている削減実績、平成22年度夏比約 11% 以上の節電は達成されている状況です。なお本資料にはお示ししておりませんけれども、節電対策の取り組みにつきまして簡単にご報告いたします。昨夏以上の参加施設数を目指して厚生府県市などで取り組みを進めてきました家族でお出かけ節電キャンペーンでありますが、現時点で1854施設に参加をいただいており、昨夏の1556施設から300施設ほど増加いたしております。私も8月7日に駅での節電呼びかけを行ったりいたしました。8月も残りわずかとなりましたが、火力発電所のトラブルリスクの懸念もあることから、電力需給が逼迫することがないよう引き続き皆様方に節電を呼びかけてまいりたいというふうに存じます。以上です。はい、ありがとうございました。今年は雨が8月に入ってから大変多いということもありまして、電気の使用量はご報告いただいたような状況になっておりますが、片方で災害が起こっているという状況であります。ただいずれにしても残暑が厳しいと、また容量で心配しなくてはならなくなる可能性もありますので、呼びかけ等につきましては今後ともよろしくお願い申し上げる次第です。続きまして、引き続き川尾の公共保管理の取り組みにつきまして、担当委員の方、三日月委員の方からお願いします。はい、お手元に資料9がございますように、カワウの広域保護管理の取り組みについてでございます。カワウはですね、広域を移動いたしまして各地で被害を及ぼしますことから、連合発足当初から取り組んでいただいております。各厚生府県市の駆除や防除に役立つよう、広域的なモニタリング、先進事例の共有化、モデル的な対策を進めております。まずカワウの生息状況について、平成23年度からの調査の結果、1ページ図の4にありますように、季節的な変動はありますものの、全体として個体数の増加は抑制されております。また被害状況について、漁協へのアンケートの結果、2ページ
図8にありますように、被害が悪化したまたは変わらないという漁協が多く、さらなる被害対策が必要というふうに考えております。こうした状況を受けました対策につきましては、まず3ページのように特徴的な被害対策を実施しております漁協の事例を収集しておりまして、今後事例集として取りまとめることといたしております。また4ページにありますように、大阪府と兵庫県内の2カ所において漁協、自治会、市町村による協力体制づくりと、ねぐらにおける巣落としや追い出し、被害場所における手ぐす、針などの対策を合わせて実施いたしまして、その効果を検証するというモデル的な取り組みを進めております。今後はこうした事業成果を各厚生保健師が使いやすいマニュアル等の形でフィードバックいたしまして、地域の状況に応じた被害対策の実施や効果的な体制づくりにつなげていきたいというふうに考えておりますので、引き続き厚生保健師の皆様方のご協力をよろしくお願いをいたします。はい、ご報告ありがとうございました。カウ対策も少しずつでありますが効果を上げてきている実情にあるのではないかと思われます。さらに捕獲等に、あるいはねぐらの解消などにつきまして努力をしていく必要があるのではないかと思います。特にご意見あるいはご質疑ございますか。なければこれからもしっかりやるということで、次に移らせていただきます。9都県市の合同防災訓練の参加につきまして、お諮りをさせてご報告をさせていただきます。防災局長お願いします。今年の3月に9都県市と協定を締結をいたしましたので、それに基づきまして初めて参加をするものでございます。9月1日に在日米軍相模総合補給所で開催をされる防災訓練でございます。2の括弧の4のところに訓練項目等ということでいろいろ書かさせていただいておりますが、アンダーラインのあります救援物資輸送訓練と防災フェアに参加をするものでございます。その内容でございますが、3の括弧の1、丸2のところ、応援物資として神戸市水道局のペットボトル水を輸送訓練会場で受け渡す、そういう訓練を実施をするものでございます。それからもう1点は括弧の2にございますが、防災フェアの会場にブースを設置をして PR を行う、それから会場内の大型ビジョンで協定締結式の様子を映写をして PR をしていただくと、こういったことを考えております。裏面でございますが、参考までに関西広域連合の訓練予定を記載させていただいております。以上です。協定を結びまして初めての広域防災訓練の参加でありますが、まずは緊急物資の輸送というようなところから入らせていただこうということで、計画をいたしました。ご承知をいただきました幸いでございます。それでは続きまして、関西元気文化圏推進フォーラム文化芸術の再発見、3の開催につきまして、山田委員よろしくお願いいたします。はい。すでに10年来関西元気文化圏の取り組みを続けておりますけれども、今回第3回の関西元気文化圏の推進フォーラムを、関西元気文化圏の推進協議会と共催によりまして、9月の15日に奈良県の新公会堂の能楽ホールで開催いたします。関西を中心に能楽盛んでありますけれども、もともとはこの大和の才学から来ているということで、まさに能楽の源流を探ると題したフォーラムになりまして、映画監督の篠田正弘氏のトークをはじめ、国の重要無形文化財に指定されている沖縄前の上演などを予定しておりますので、ぜひ多くの方にご来場をお願いをしたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。何かご意見ございますか。奈良でやるというのは意味がありますね。一応関西元気文化圏推進フォーラムではずっとこういう形でやっておりまして、これから三重県とかですね、福井県でもまた予定をされているということであります。大変意義あることではないかと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それではそれに続きまして、関西国際観光イヤー2014シンポジウム等の開催につきまして、引き続き山田委員お願いします。はい。関西国際観光イヤー2014シンポジウムにつきまして、
今は関西の漫画アニメ等をテーマに魅力を発信しているところでありまして、今回9月の20日から21日に開催されます京都国際漫画アニメフェア2014と連携してシンポジウムと PR イベントを実施いたします。シンポジウムでは漫画アニメを通して世界に伝える関西の魅力と題しまして、漫画研究やコンテンツプロデューサーなど第一線でご活躍の書士にお話をいただきまして、そこからまたインバウンド観光の展望などにつなげていきたいというふうに思っております。京都駅ビルでは関西のアニメに関連させた観光のパネル展示や資料配布など外国人観光客に関西の魅力を PR していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。この点については9月20日にこのようなシンポジウムが行われますので、ふるってご参加をいただいたらと思います。どうぞ門川委員。漫画アニメフェア京マフと言ってますけど、今年3回目で西日本で最大規模のものとして、去年3万2000人今年4万人を見込んでおります。国際漫画ミュージアムと岡崎の都メッセを中心に開催します。ジャパンエキスポパリ等でも宣伝してきまして、いよいよ国際的なものになってきますので、そちらへも足を運んでいただければありがたいと思います。漫画入門しようと思ったら何を読むのがいいんでしょうかというのは、若い頃は読んでたけど今は全然漫画に親しんだことないから。はい、どうぞ。講談社も、小学館も漫画のバックナンバー揃えておりません。国会特殊館にもありません。ほぼ京都市の京都の国際漫画ミュージアム30万冊、揃いましたし、はい、その全部言っていただきますとどこで泊まらはるかということで年齢が分かる興味が分かる、まあ、こういうことですので、またお越しいただければありがとうございます。宝塚に手塚治虫記念館がありまして、手塚治虫さんのバックナンバーはほとんど揃ってるんですけど、これもですね、本当におっしゃるようにどれに手が出るかというのが世代によって全然違いますから。いえ、私はやっぱりあれですね、鉄腕アトムに出るんです。だから年代が分かりますが、漫画は日本の文化の柱になりつつありますので、大いに盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。大変急ぎましたけれども、第48回の委員会で予定しておりましたのは以上でございますが、特に何かございますでしょうか。はい、それでは48回の委員会以上で、閉会とさせていただきます。次回の委員会は大阪府内で9月23日休みですが、恐縮でございますが9月23日に開催させていただく予定でございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは以上で散会させていただきます。ありがとうございました。それではこの場で記者会見したいと思います。時間をご指定しておりますので、お一人かお二人ぐらいもしご質問がありましたらご指名いたしますので、どうぞ手を挙げてください。よろしいですか。あ、一人、はい、産経新聞の牛島と申します。今回の豪雨災害に関する緊急提案なんですけれども、9番目で土砂災害警戒区域の指定を促進するために土砂災害防止法の改正と必要な法制整備を行うこととありますけれども、具体的なその法改正の中身とか必要な法的整備について具体的な例えば何をすべきだということを何か想定されていますでしょうか。ちょっと現時点で私から言わせていただきますとね、特別警戒区域っていうのを指定していかなきゃいけないんですが、
この特別警戒区域のですね調査がね大変複雑で厄介なんです。それから地元の私どもの県では了解を取らないかんということにしてますので、なかなか指定したくても指定が進んでいかないというような事情もあるんです。ですから調査項目などについて、例えば財政的な支援もしていただくとか、あるいは調査基準についてもっと明確に分かりやすいものにしていただくとか、あるいは住民了解の手続きなどについて、都市計画決定のようなですね、ある意味で、一定手続きを経ていくことによって指定ができるようにしていくとかですね、具体的な提案は別途またさせていただきたいとこう思っています。ありがとうございます。実は京都府は南部豪雨の時に同じような条件が保安林の指定でありましてね、これも別に法的な要件としては住民の同意はないんですけども、実際上は住民の同意を取っているということで、これを実は手続きで一応明確にして、ある面でいきますと一定の手続きを取ったらできるようにいたしました。この前も古谷大臣にもそういったこともお話をしまして、古谷大臣の方からは、そういった形で都道府県が指定を進めやすい環境を作るための法改正を考えていきたいというお話があったところです。はい、ありがとうございました。他にご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。すいません、関西テレビの寺西と申します。今回提案の中で神戸サミットの誘致という話出てたかと思うんですけれども、細かい意思統一な部分は後の部分でも統一されると言われてましたが、基本的には広域連合に参加されている各府県の市長の方は、神戸市を中心にサミットをするということに関しては、概ね賛成という理解で良いのか、そうではないのかというのはどうなっているんでしょうか。基本方向として皆さん賛成していただいているということだと思っています。ただどういう申し合わせをするかという原案をについては後ほど相談をした上で、まとまり次第、公表させていただこうと、あるいは外務省の方にも申し入れをするということにしたいと思っています。で、京都市さんの方では私が言わなくてもいいんですが、門川さんから言ってもらいましょうか。はい、京都市では、主な閣僚会合の招致の取り組みをしていきたいということで、すでに表明しております。しっかりと、首脳会合と連携していきたい、このように思います。よろしいですか。はい、じゃあこれで記者会見終了させていただきます。ありがとうございました。はい。